特殊警備艦とは、太平洋戦争末期に日本海軍が燃料不足によって外洋への航行が不可能になった、戦艦、航空母艦、重巡洋艦等の大型艦艇を本土決戦用に、各鎮樹府沖に係留し、迫り来るアメリカ軍を迎え撃つ、または空襲に対する防空砲台として使用した艦艇軍である。しかし終戦までに多くが撃沈または大破した。 太平洋戦争も末期の1944年10月に行われた冷凍機会戦で日本海軍はアメリカ海軍に大敗。日本連合艦隊は事実上大型水上艦による組織的作戦能力を喪失した。そして敗戦が濃厚となってきた中、日米両国境に本土決戦が現実味を帯びてきていた。その中で日本海軍は海軍全部隊を 指揮統一するため、海軍総体司令部を創設した。しかし、日本海軍は一連の戦いにより、資源地帯及び多数の艦艇を失っており、本土決戦のために考えられた、作戦、戦術では、もはや航空機、回転、信用等の特攻兵器が主となっており、運用可能な艦艇も、わずかに残った、駆逐艦、潜水艦等の小型艦艇だけであった。そういった、 状況下で行動不可能となっていた大型艦艇は、連合艦隊零下から各陳府所管の予備艦に定められ、複砲や対空兵装等を陸上に上げる作業が行われた。その後は、沿岸防備を命じられ、防空砲台としての陳府警備艦となる。そして本格的に、本土決戦への準備が進められていた1945年6月1日。 沿岸防備としての守府警備官から上陸し迫り来る米軍を迎え撃つための特殊警備官へと役務変更がなされた。監首変更の際は艦艇が岸壁等に見えるように明細塗装や木々を取り付けるといった工事を施したが多くがその効果を発揮できずに大破または撃沈された。ただこの偽装に関して日本海軍関係者は無意味。 効果はないということを認めているが、アメリカ軍の関係者には、効果的な偽装であるとの意見も存在する。米軍に接収された終戦直後の長と、明細塗装が施されており、艦首の正常機や爆撃で損傷を負った環境が確認できる。大破着艇した日向の様子。呉で大破着艇した伊勢。江田島雇用を気にて、爆撃を受け続ける春な。 なお本土決戦の際に考えられていた作戦では、長門タグボートによって横須賀沖にある佐島付近の水深のごく浅い場所まで栄光し、わざと着底させ不沈処理を施した上で、相模湾に上陸してきた米軍を砲撃する予定であったという、横転した天城の様子。なお空母は燃料不足による行動不能もあるが、搭載する艦載機の不足並びに登場する。 乗組員の不足もある。そして戦闘艦と違い、停泊させているだけで、防空砲台などの特殊警備艦という定義での有効な使い道はなく、練習艦として使われたりただ停泊されているというものがほとんどであった。ありがとうございます。